やっぱりね、これとの差は何かっていうとねあのキャラクターだよ、漫画はやっぱ要するに主人公の造形でこっちのゆとりちゃんっていうのは欠点だらけで,で、えー、ライバルのハゲの芹沢っていうのはすごい悪人なんだけどラーメンを愛するがあまり悪人になってしまったっていうね悪の論理 <laughs> な。俺、ちょっと待ってスタッフ、俺、そんな面白いこと言ったから。<laughs> えラーメンを愛するあまり毛が抜けてラーメンを愛するあまり悪人になってしまったっていうね <laughs> あ言ってるのか俺そんな <laughs> ひどいこと言ってるのか <laughs> というなんかねあのいやなんだろうな悪のロジックでありながらやっぱそれビジネス的に聞くべき意見というのが出てきてでそれに対してあの イトリちゃん側が出してくる考えも今回あのラーメン発見伝みたいに正々堂々したライバルじゃなくて会社の社社の長とと新入社員という関係なんだよ、ね、だから最終的には協力して一つのものを作るっていうのがねなんか読んでてすごい気持ちがいいんだよねだから「ラーメン西遊記」っていうのは「発見伝」の方は僕結局立ち読みはしてたんだけども単行本は一回も買わなかったんだけども西遊記の方はついに単行本を買ってしまうというんですね。<laughs> なんかあののテレビチャンンピオンの ラーメン名人の石神さんだ。石上さんってラーメンをこいつに金払うことなんかあってはならないっていうのが俺の中の倫理だったんだけどついにそれを破って買ってしまったで大陸食堂はこうやって話すと設定上はすごいうまいんだけどもなんかねその設定をなんとなくこなして漫画描いちゃってるっていうねそのキャラクターの強みが出てないんだよ。との理な、その料理人として、 逆に絶対言えない本音みたいなものがもっとゴロゴロ出てきた方が面白いし主人公の方がそれもっと苦しんでほしいんだけどさ早めにんだろうな思い出の料理ちゃんと推理して作れましたこ,これやおかげさまで夫婦の仲がとかなんかこう母,母に今,今更ありがとうが言えた気がしますとか亡き父にようやく供養ができた気がっていうふうにもうね即感動話に落としちゃうんだ。なんかこっちのようなな。本質的な うーんいやドラマ的な感動で言えばねラあの大陸食堂の方があるんだけどねラーメン最遊記ってねドラマ的な感動が本質的に作れないんだっていうのはたかがラーメンだからなんだ。大陸食堂のの方は、親子喧嘩ととか、か、夫婦の仲とかもう死んでしまった夫っていうのがあるからゴールそこなんだよ。料理が主役じゃななくてドラマなんだよね。でもラーメン最遊記ってやっぱりラーメンが主役でどうやったら美味しくて売れて コストがが安くて、量産ができるいう回答を毎回毎回提示するからさその感動よりはトリックの方に <laughs> トリックとか工夫とか、ね、ギミックの方に行くからそこら辺が、ね、僕たちそのオタク心をすっごいくすぐるところがあってぜひとも読んでいただきたいなというふうに思いました。